こんにちは、落合恵子です。嵐の中をようこそお集まりくださいましたけれども、私たち一人一人が内に秘めた怒りの嵐は外の嵐よりもっともっと大きいものだと私は信じています。嵐の中をかけてきたからこの髪型になったわけです。怒りが私をド発にしてくれている。もうどう頑張ってもド発は収まらないという日の中におりますが、でも熊本地震と名付けられました。もう名称がついたそうですが、あの地震を考えるとちょっと心が落ち込むことも確かです。14日の9時26分ですね、夜の9時26分、あれが本震だと私は思ってましたが、どうやらあれは前震で、本震というのは昨日の未明にあった 7.3 ではないかという話も一方ではされています。そして41名の方、昨日の夜の時点でですが亡くなられました。9万人の方が大変な思いをされている、その他大勢の方、皆さんそうだと思いますが、そこで私はとても心配なことがあります。仙台原発の1号機、2号機はそのまま稼働されているんですね。何を考えているんだ。そして原発どうしたと思う気持ちに応えてくれるメディアがどこにあるのか。いつも下のテロップで異常なし、異常なし、お前ら異常と言っている異常なしと言っているタイトルですね。人として人としてせめてせめてせめてプールにあの棒をね戻すぐらいのことはやってみろよと思うのですが、何もなし。そして素人の私ではありますが、あの震源地、なんか私の中では東に上がってるような気がするんですね。東に上がっていったら伊方があるんですね。そのまま上がっていったら南海トロフですよ。どうするんだ。私たちは福島を忘れないという約束もここにいらっしゃる皆さんとシェアしているとは思うのですが、そんなこと全く考えない人がこの国を動かしている怖さということを、もちろんここにおられる方は皆様そう考えておられるのだと思いますが、考えていきたいと思います。戦争法も、それから基地の問題も、原発も TPP もみんな一つですよ。定量に流れているものは、それは命に対する凶暴さなんです。凶暴という言葉を私もお借りしますと、命に対して敬意を全く持っていない、人権なんて鼻先で笑っている人たちがこういったことを進めようとしていること、別々にあるように見えることが全部一つなんだという怒りを、ここでさらに皆さんと考えていきたいと思います。命からという視点が欠落した人間は、でも自分の命は大事なんです。あの人たちは人の命を使おうとしているんですね。私たちの命は彼らのものではなく、私たちそれぞれ自分自身のものなのだということをもう一度考えていきたいと思います。誰もが持っています、自分を生きていく権利。そして誰もが持っています、自分を生き切る権利。そしてこれから生まれてくる私たちの子供たちや孫たちや、そのまた子供たちも生き切る権利を持っているということを考えていきたいと思います。思い出してください。正月の餅を食べれば全て忘れるさと言ったあいつらのことです。そしてあいつらは今思っていると思います。ゴールデンウィークに入ってしまえばあの市民たちは忘れるぞ。忘れるはずないじゃないですか。ここで私たちは当然ながら戦争法を廃棄させ、そしてもう一度立憲主義、民主主義というのを私たちの手で掴んで、私たちの手で作っていこう。それをしなかったら凶暴的な幼児性を持った人間そのままですよ。あの人たちが入る保育園はどこにあるんでしょうね保育園落ちた、日本死ねって言ったあの言葉は、言葉がどうこうという前に本音ですよ。一生懸命生きてる人間の
彼らこそ、わかりませんが、違う保育園に入っていただきたいという思いも方にはあります。一つの投書がもうずいぶん前ですね、新聞に載りました。どの新聞だか忘れましたが、その投書の主は86歳の男性です。特攻隊員の、4日連生だったと思います。安保関連法案が当時法案です、衆議院を通過したとき、いたたまれない思いのもとで彼はいた。86歳の彼はけれども、若者たちのデモの姿、シールズたちの姿を新聞で見て、胸が震えるような思いで投稿をされた。その言葉をそのままもう一度読みます。嬉しくて体の芯から燃える熱で涙が湯にお湯ですなるようだった。特攻で死んだ先輩や同僚たちに、今こそ俺たちは生き返ったぞ、むせび泣きしながら叫んだ。そう、あれから71年ですね、戦後。私ちょうど1945年生まれ、その年に生まれています。日本の憲法と一緒に生きてきたんだっていう気がしているんですが、そして生まれは偶然であっても、生まれたことはそれを必然に変えて生きていくことが、私のある意味では活動の原点にあります。この特攻隊員の人たちの思いも含めてです。あるいは今自衛隊員である人の、そしてそのご家族の思いもしっかり見つめてです、私たちは声を上げ続けなければならないです。戦争させない、誰の命も奪わない、同時に私たちの誰の命もあいつらに奪わせない、このことを心に刻みたいと思います。木村道夫さんという農民詩人と呼ばれている方が山形におられます。彼の祖母、おばあちゃんは木村道夫さんの父親を含め、おじさんも戦争で亡くしました。その木村さんの祖母は、ご家庭の事情もあって文字を読むことも書くこともできませんでした。それでも二人の息子の戦死の知らせ、広報を手にしたときに、彼女は歌を作った。自分で歌を作って、それを歌っていた。その歌を孫である木村道夫さんが書き留めた祖母の歌という詩があります。全部読める時間があるかどうか分かりませんが、ちょっと早口になっちゃいます。読みます。二人の子供を国にあげ、残りし家族は泣き暮らし、よその若衆見るにつけ、渦のうちの渦の若衆、今頃は歳の河原で恋し罪、思い出しては写寸、写真です、写寸を眺め、なぜか写寸は物言わぬ、言わぬはずちゃよ、焼いちゃもの、焼いたものだから、13頭で5人の子供置かれ、泣き泣き暮らすは夏のセミ、日本の日の丸撫でて赤い、なぜ赤い、帰らぬオラが息子の血で赤い、俺の歌など歌だと聞くな、泣くに泣かれず歌で泣く、とご自分で使われた歌を歌い続け、畑を耕し、蚕に餌をあげていた一人のお年寄りがおられた。私たちは二度と再びこのような日々を繰り返してはならない。そしてもう一つです。かつて私は放送局に勤務していて、その頃ご一緒に番組を作ったことがある詩人川崎博さん、その川崎博さんは抹殺という詩を書いておられます。両親がいて私は生まれた、それは祖父母がいてのこと、さらに曽祖父母がいてのこと、そうやって10代遡ると、両親をはじめとする先祖の総計はトータルは1024人となる。この中の一人が欠けても、今の私はいなかった。戦争はこの中の一人を殺す、いや一人だけではない、未来の数えきれない命もと、川崎博さんももう亡くなられてしまいましたが、詩を書いておられました。さあ、
今日はここにはいらっしゃらないでしょうが、兄弟有志の会、自由と平和のための兄弟有志の会声明書、私はプレオハウスという子供の本屋であって、同時並行しながら小さな小さな出版社をやっています。浜さんのご本もこの間出させて、すごいいい本ですよ、買って読んでください。素晴らしい本なんですが、兄弟有志の会もブックレットに使わせていただきまして、ちょっとだけ読みます。学問は戦争の武器ではない、学問は商売の道具ではない、学問は権力の下僕では奴隷ではないと彼らは言ってます。生きる場所と考える自由を守り作るために、私たちはまず思い上がった権力に鎖を打ち込まなくてはならない。さあ鎖を用意しましょう。一人一人が思いっきり手に持った鎖で思い上がった権力に対して鎖を打ち込んでいきましょう。最後ちょっと宣伝になります。よろしかったらメモ取ってください。ごめんなさい。4月の28日木曜日、あのゴールデンウィークの前の夜です。18時半から中野ゼロホールで、ショーホールの方、浜典子さん、そしてシールズと奥田さんをお招きして、私どもが主催します、講演会をやります。タイトルは本気で変えよう2016。これしかありません。本気で変えよう2016。私は何ができる、あなたは何ができる、一人一人の私たちが考えていくことができたらと思っています。今ならまだやれます。でも今なんです。今しかありません。私もあらゆる意味で存在かけてます。大した存在じゃねえけどさっと思ったけど存在かけてます。何失ってもいいや。その代わり私たちは鎖を打ち込むのだ。一緒に打ち込みましょう。そして心にどっかド発を作ってください。あの見回すとド発無理かなっていう人もいるんですけれど、せめてせめて心にド発を。さあそれぞれが思いを込めて、人として人として鎖を打ち込む、やっていきましょう。以上です。ありがとうございました。